パネライのコピーの修理をしていきましょう。6497のムーブメントのあれだね、歯車だね、歯車じゃねえや、おしどりのところ、おしどりのところっていうか、なんだ、当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではね、パネライのコピーの修理をしていきましょう。6497のムーブメントのあれだね、歯車だね、歯車じゃねえや、おしどりのところ、おしどりのところっていうか、なんだあれば、おしどりの、まあおしどりのところだね、を交換していくんですが、6497コピーが、6497ムーブメントが届きました。パネライって書いてるから移植します。移植してあげましょう。だから必要なところ危ねだけだね。そうすると大事なところ、要はこれはビスで持って止まってるんだよ。これほら、ここほら、なんだ、落ちた。ビスで持ってこの押さえが止まってるから、これをまず緩めてあげます。飛んだ、めちゃくちゃ飛んだ。あ、バネで止まってんだな。だからそう、まあちょっと拡大し忘れてますが、説明しながらいきます。あれが今ピンセットで持ってるのが裏押さえ、裏押さえだね。だからこれ、これを組み込んでいくだけなんですが、表側に止めてるビスあるじゃないですか、リューズを止めるビスっていうのかな、あれをその今の裏押さえにはめてあげるんですよ。ビスを通してあげる。だから今置いたけど、裏側から持って、そう、今ちょっと見えないけど、裏側からビスを回してあげるんだよね。そしてあのビスの穴、ネジ穴にそのネジを入れてあげるんですよ。そう、ちょっとずれたね。これ指で押さえながらとかやった方がいいです。そう、これで持って押さえながら、ビスをちょっと締めてあげます。軽くね、軽くでいいです。そこまで深く締めないで、止まるぐらいでいいです。そう、そうするともうこれで完成。これだけなんですよ。これだけで、あとは飛んでいったビスを、ビスじゃないや、飛んでいったバネを仕込んであげて、でまた蓋をするって感じですね。バネ飛ばしたの？バネ飛ばしたをね。飛んだ。うっそ、バネ飛ばした。飛ばしてねえよ。まあバネ飛ばしたね。どっか行きました。まあね、ドナーから取りましょう。
そう、この辺はねしっかりと組みます。ここ組み込みが甘いともう一回バラすはめになります。まあめんどくさくなりますから、しっかりと組んでください。あのルーズのなんていうんだ、溝だとか空いたところはまってない場合がありますので、きっちりと組むことを意識してください。そう、バネをね仕込んだ後、まあ、U 字のバネがあるんですが、それを飛ばしたのでドナーが取って入れたんです。でこの時ね、バネがきちんと入っていないと今のこの受けが浮いてくるので、それでもって判断してください。この受けがきっちりね周りの地板にパシッとこう水平に合うように組んであげてください。それがね、まあ判断基準といいますか、そうするときちっと組んでる状態っていうのがね分かると思います。まあ一番いいのはこの状態の時に一度ねリューズを入れてみるのがいいでしょう。一度リューズを入れてみて、しっかりゼンマイが巻けるか、時間合わせができるのかっていうのをねしっかり確認した方がいいと思います。戻して、そしたらそう、まあもうこの状態で文字盤は乗せれます。うん、きっちりね文字盤の足がありますので、足にねそのムーブメントの入るところきっちりありますんで、そこできちっと足を入れてあげてください。でね、足を止めるビスっていうのはね、ちょっと見づらいところにあります。6497、あの隙間にあるんだよね。ビスを締め込むというよりは、なんていうんだろう、軽くロックです。ロックの状態です。ロック、ロックオフみたいな感じなので、軽くロックしてあげる感じだけでいいです。そう、反対側にも隙間がありますね。あそこをねロックしてあげれば、これロックできてないね、これロックできてない、ロックできてないとこうやって外れてきます。なので一回ルーペで持って、そのロックの位置、そしてロック開放の位置っていうのをね確認しながら文字盤をつけた方がいいと思います。よし、止まった。したらちょっとゴミがついてるからゴミを掃除しよう。でまあパネライもそうなんですけど、種類によっては文字盤つや消しの場合の文字盤っていうのは結構あります。でその場合本当に油とかつくとそこだけ光るので本当に注意です。つや消しの文字盤の場合特に注意です。ハケで持って、このハケに少しの油でもついてるとそれを引っ張りますから、絶対にこのハケも一回この脱脂して、でそれぐらいこう注意しながら、このつや消しの文字盤の場合それぐらい気遣いながらホコリ落としてください。よし、では針をつけていきましょう。でまあ針を乗せるときも注意が必要です。指紋とかつくとね、文字盤つや消しの場合その指紋がついたりします。本当にね一回つくとつや消しの場合なかなか取れませんから、かなり注意です。本当に注意です。だからもうね、つや消しの場合の文字盤は絶対に触らない、これ鉄則です。絶対に素手では触らない、指紋ついちゃいますからね。あとはね、どんどん針を乗せていくだけです。この時もね、すでに決して触らないように、あのね指サックで持って触ってるんですが、指サックでも油がついてる時ありますから、指サックでも触らない方がいいです。それぐらい気をつけた方がいい。このつや消しの場合ね、結構油引っ張りますから。でね、どんどん針を乗せていきます。カレンダーがないタイプなんでね、非常に楽です。本当に楽です。時間を合わせる必要も、まあ、時間を合わせる必要があるんですけど、この12時ぴったりに合わせなくてもカレンダーがない場合6時でも大丈夫です。うん、合わせづらいなと思う人はね6時でやってもいいです。そうするとね、パシッとまっすぐになりますから、最初のこの地震はどこの位置でも大丈夫です。カレンダーがない場合ですよ。カレンダーがない場合どこの位置に止めてもいいです。それでもってリューズで、まあ、時間を合わせて6時なら6時、12時なら12時に合わせて最後分子を乗せるというイメージでやっていきましょう。
俺は結構カレンダーがない場合6時で合わせたりします。6時だとこうパシッとまっすぐになるのでこう合わせやすいっていうんですかね。意外と6時でカレンダーがない場合6時で合わせたりしています。そう、これで完璧。気持ちいい。で、あとはね、ホコリ、ゴミきっちり飛ばしてケースにね入れていきましょう。この時ホコリとかねあるともう分かりますから、もう閉める前にホコリきっちり取っておきましょう。少しでもあったらまたシュッシュしてね、ホコリを取ってから、そしてまたケースに入れていきます。で、座布団ごとひっくり返してあげればケースの中にムーブメントが収まりますので、そう、この時ねまたホコリゴミないかきっちり見てください。結構あったりしますね。そういう場合またすぐ外してまたシュッシュして、この繰り返しです。ないなと思ったら裏を組んでいくイメージですね。で、あとはクランプで止めてあげるってことですね。これでもう完璧です。で、まあ6497ムーブメント結構大きいのでピースも結構デカめです。だから意外と本当に扱いやすいムーブメントで、めちゃくちゃ好きなんですよめちゃくちゃ好きなムーブメントの一つです。結構ね、手巻きの割に派手さもあるし、意外と好きなこのムーブメントなんですよね。で、整備性もものすごくいいですから、結構初心者の方これね一回バラしてみるといいかもしれません。かなり本当にやりやすいムーブメントです。そう、ここでねきっちりクランプ止めてあげましょう。そしてこのゼンマイのところの歯車、ゼンマイの手前の歯車っていうのかな、これも外しておいたのでこれもつけていきます。これね逆ネジの場合もありますので注意してください。結構逆ネジが多いです。だからこれをね逆ネジだと思わずにこういつもの通り緩める方向だと締めることになりますから、それでね結構ネジ舐めたりしますから、ここね気をつけてください。ムーブメント、逆ネジのムーブメントって結構多いです。あとはねリューズを入れてあげてネジで締め込むだけなんですが、この場合リューズね深く入れすぎるとリューズが動かない場合ありますんで、ちょっとこう手前側に入れすぎない程度にして、それでネジを締め込んでいってあげてください。よっしゃ、よし、今日はもう編集しよう。ということでね、本日はパネライのコピーの修理依頼でした。まあずっとね7750ばっかりが多かったんで、ちょっとまあホッとできる作業というか、あ、今立ち上がった、まあ、ホッとできる作業というか、ちょっとまあ楽でもないですけどね、まあ7750に比べたら楽か。
まあ綺麗にできました。まあレンズの欠けもあったので、そこはまあプラ風防だったんですよ。うん、まあそれが幸いで研いだらね、結構見えなくなりました。もうほら、かなり見えないでしょ。かなりもう熱いんだね。うん、これ本物だとガラスでしょ確かね。違うっけ、そんな感じしたような記憶してるな。違うっけか。でもまあでかいね、やっぱパネルでかいね。うん、これもコピーなんだもんな。なんかすげえな、本当に。何でもあるな、ほらでかいよ、かっこいいよかっこいいってことで、今日はね6497手巻きのムーブメントのあそこのなんて言うんだ、あのリューズがね、あのマキシンを入れるとこ、おしどりではないんですよ。まあおしどりなんだけど、押すんではなくてネジ式になっててね、あれ締めすぎたりするとね、結構あそこの裏押さえっていうのかな、裏なんとか押さえ名前わかんない素人だからね名前わかりませんだからね、結構ね、あの壊れます。うん、締めすぎたりすると壊れるんだよね。要はそのパーツ自体に穴が開いてて、そこにまあこう入っていくんだけど、そこの脇がね結構緩いっていうか脆いんだろうね。まあコピーだから、そしてまあ中華製のムーブメントだからね、6497のね。うん、でも裏なんかもほら、パネライって書いてて、これ貼ってあるだけだよ。パネライのこれ貼ってあるだけ、6497ペタペタ貼ってるだけ、動くもんこれコピーだね。これやってる途中動いてさ、グラグラしてさ、え、なんか閉まってないのと思ったら、これね貼ってあります。パネライって貼ってある、ピッて貼ってあるの、これペタッと貼ってあるだけですからね。いやー、でもちょっとね、まあ少しまあ7790ばっかりだったんで、疲れちゃうんだよあれやってると。本当に疲れんだよあれ。ってことで今日は6497パネライのコピーちょっとやってみました。でかくていいね、やっぱ手巻きはシンプルでいいです。うん、ってことで次回も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。